新年明けましておめでとうございます。改めましてこんばんは、純烈でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。2020年、紅白歌合戦第70回ということで2年連続、出演させていただいた直後でございます。はい、といっても、はい、実はこれを撮影しているのは12月26日でございます。そうですね。あれ、小田井さんどこ行ったの？小田井さんは、小田井さんどこ行ったの？なんか後ろでほらやってますよ。あ、本当だ。何やってんすか？ジュクジュクやってますね。DJ、まあ、あの皆様に、どうしても聞いてほしい、お知らせがございまして、はい、発表させていただきます。はい、お願いします。2020年令和2年純烈のシングル、はい、タイトル発売日発表でございます。はい、発表させていただきます。お願いします。愛をください。サブタイトルが Don't you cry。おー、はい、どんちゅうくらいはアルファベット？え、違いますよ。違う。どんとゆーくらいでございます。でですね、くらい、作曲あなたはくらい。違います、違います。泣かないでね。あなた泣かないでですね。三木浩平先生作詞作曲、はい、萩田光雄さん編曲、うん、歌は純烈、うん、発売日、はい、2020年2月26日でございます。ちょうど、そしたら今日から数えたら2ヶ月後、3ヶ月後。2ヶ月後ですね、はい、なんで3ヶ月なんですか？2月26日って言ってたもん。バカ、計算ができねえんだよバカ。でもですね、今一生懸命白川さんもメンバーも今レコーディングスタジオからお届けしておりまして、ね、実はあの1月1日本日もう間もなくですね、紅白歌合戦直後、はい、純烈は、はい、あのお台場の大江戸温泉物語の方に、はい、もうそのままの衣装で今向かっております、はい、そこで、凱旋ライブをさせていただくんですが、うん、そこからもう1月1日から予約キャンペーンスタートでございます。早、はい、なるほど。プロポーズ、うん、で純烈のハッピーバースデー、はい、そして連続10万枚ということで、うん、ゴールドディスク皆さんの応援のおかげで撮らせていただきました。ありがとうございます。もちろんこの愛をください、うん、どんちゅうくらいも目指すわけでございます、はい、3回連続の紅白歌合戦、ね、そしてレコード大賞も目指すということですね。いや、やっぱり頑張りましょう。頑張りましょう、うん、ということで、ファンの皆さん、2020年令和2年ですね、純烈走り続けますので、今年も応援よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、よろしく。本年もよろしくです。お姉さんもよろしく。なんだよ、何してんだあれ。ティッシュ。ただのエロ親父だね。
縛りたい。君と行きたい海の街に、都会の暮らしに疲れた君は、信じれる愛なんてもうないと思ってる。寂しい君が好き、だから愛愛愛愛愛愛してる。いつの日かいつの日も君を抱きしめて、愛愛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 で縛りたい君を。愛で縛りたい今夜。ただいま。何一人で前目寂しい。カップラーメンが出ちゃったよ。早いじゃない。あんたたち何時溜まってんのよ。